フリードリヒ・ヘルダーリン、ヨハン・クリスティアン・フリードリヒ・ヘルダーリン、ヨハン・クリスチャン・フリードリヒ・フルダーリン、1770年3月20日から1843年6月6日は、ドイツの詩人、思想家である。ラウフェンに、説教師の息子として生まれ、中便現大学で、新学生として、ヘーゲル、シェリングと共に哲学を学ぶ。卒業後は新職にはつかず各地で、 家庭教師をしながら、試作を行い、書簡体小説、ヒュペイリオンや、多数の参加、昇華を含む詩を執筆したが、30代で、統合失調症を患いそのご人生の半分を、党の中でごした。生前はロマン派からの評価を受けたものの大きな、名声は得られなかったが、古代ギリシアへの系統から生まれた、半神論的な文学世界は、ロマン主義。 象徴主義の詩人によって読み継がれ、またニーチェ、ハイデッカーら思想家にも強い影響を与えた。ヘルダーリンは1770年3月20日、ネッカーカハンの町、ラウフェンに生まれた。父、ハインリッヒ・フリードリヒ・ヘルダーリン、1736年から1772年は、ミソインの説教師、母ヨハンナ・クリスティアーナ、ヘルダーリン、旧ハイン。 1748年から1828年は牧師の娘であった。ヘルダーリンは長男であり、父母はその後に死を設けたが、ヘルダーリンがまだ2歳3ヶ月の時に父が卒中で死去した。この2年後、母は管理ハン・クリストフゴック、1748年から1779年と再婚し、一家はゴックの勤め先であるに移住した。母と、 ゴックとの間には四人の子が生まれたが、この義父も結婚から七年後に高熱がもとで死去した。なお母ヨハンナが設けた七人の子供のうち長じたのは、ヘルダーリンと二歳下のハインリーケ、イフテイのカールのみで、残りの四人はまだ幼いうちに死去している。ヘルダーリンは1779年からニュルティンゲンのラテ語学校に通った後、1784年10月に、 国家試験を受けて、初等総院学校に入学1786年から上級課程にあたるマウルブロン校に通った、マウル文校はおよそ100年後にヘルマン・ヘッセが通う神学校であり、ヘッセはここからの脱走の過程を車輪の下で描いている。在学時ヘルダーリンは、クロップシュトック、シラー、オシアンなどの詩を読み、自らも多くの詩を作った。 ことに、シラーに関してはその史風の他に、美学論文からも多大な影響を受けている。1788年、中ビンゲン大学人学校に入学。同級生であったヘーゲル、シェリングと進行を結んだ。二人と共に、カント、ライプニッツ、スピノザの哲学を学び、特にヘルダーリンは、フリードリヒ・ハインリヒヤコービのスピノザ書館集を通じて、 スピノザの反信論に感銘を受けている。1789年には、フランス革命に感動し、自由参加、友情参加などの聴子を書いた。1791年、ゴットホルト・フリードリッシュ・トイドリーンによる、1792年版新年間に、調和の女神への参加など数編の詩が掲載され、詩人としてのデビューを飾る。翌年の、 1793年版鹿戦にも多数の参加が掲載された。1793年5月にはヒュペイリオンの第一行、現存しないをシュトイドリーンの前で朗読している。1793年6月に大学を卒業したヘルダーリンは生殖に就くことを拒否し、シュトイドリーンの推薦によってシラーに紹介され、シラーの友人でに住むシャルロッテ・フォン、カルブ、 の子則不立の家庭教師となった。ヘルダーリンは教師をしながら、ヒュペリオンの執筆を進め、また若い未亡人ビルヘルミーネ・キルムスと親しくなった。1794年、フリッツと共に、イエーナに滞在、イエーナ大学で、フィヒテの講義を聞き、シラー、ゲーテ、フィヒテと知り合った。この年11月、シラーの編集のターリアに断片ヒュペリオンが掲載される。 1795年1月にカルプケとの雇用関係を解消し、6月に故郷ニュルティンゲンに戻る。1796年、フランクフルトの銀行家、ヤーコップ・ゴンタルトの長男ヘンリーの家庭教師となる。ヘルダーリンはゴンタルト家の夫人、ズゼッテに強い愛情を抱き、彼女は執筆中のヒュペイリオンにおける運命の女性、ディオティーマのモデルとなった。 数年来書き続けたヒュペーリオンはようやく最終項がまとまり1798年春に第一巻がコッタ出版より刊行されている。またこの時期フランクフルトでシェリング・ヘーゲルと再会し論文断片ドイツ観念論最初の体系計画を共同で執筆1796年末 -1797 年月頃。 しかし、ゴンタルトがヘルダーリンと夫人との恋愛に気づくようになり、1798年に家庭教師を辞し、QUE ザック・フォン・ジンクレアの住むフランクフルト近郊ホンブルクにいた。このゴロギ曲、エンペドクレスの執筆を始める。ズゼッテとはその後も手紙のやり取りを続け、1ヶ月に1度ほどの頻繁な会合を続けた。1800年5月。 シュトットガルトの裕な織物賞、ゲオルク・クリスティアン・ランダワー,ーのもとに数ヶ月滞在、暗息のうちに、パントブドウ酒、シュトットガルト、メノンディオ・ティーマオイタムなどの詩を執筆する。1801年1月、スイスの似て、旧家、ゴンツェンバッハ家の教師となるが、3ヶ月で解雇され、ニュルティンゲンに戻る。1801年12月に、フランスに行き、ボルドーの領事であり、 武道修行者のマイヤー家の教師を短期間務めた後、5月に帰国。この時シュトゥットガルトの友人宅を訪れているが、心身ともに非常にやつれており、ヘルダーリン本人とはほとんどわからないような状態だったという。この頃より、ヒポコンデリーの思い発射に見舞われるようになる。6月、ズゼッテ死去の法を受け衝撃を受ける。10月にニュルティンゲンの実家に戻り、ソポクレス。 ピンガロスの翻訳の没頭、1804年に出版。彼らを手本として多くの参加を執筆する。1804年、ジンクレーヤーの仲介で、ホンブルク紅白、フリードリヒルートビヒ五世の宮廷図書館司書の職を得る。ヘルダーリンはルートビヒに参加、パトモスを献じた。また、第五王女のアウグステは、ヘルダーリンの熱心な読者であった。 1805年2月、ヘルダーリンを支えていた友人、ジンクレイアが、ビュルテンベルク選定校、フリードリヒ一世暗殺計画に加担した疑いで、逮捕される。ヘルダーリンにも捜査が及んだが、精神科運転の末狂気を理由に逮捕を免れた。7月にジンクレイアの無実が明らかになるが、この時ヘルダーリンは、自分はジャコバン派なんかじゃないと何度絶叫していたという。 1806年の夏頃には、ヘルダーリンの異常な言動が目立つようになり、ジンクレイヤーによって、中便現大学医学部精神科へ診療のため、連れて行かれた。8ヶ月の入院の後回復の見込みなしと診断されて、自宅療養を言い渡され、ヘルダーリンは、中便現の家具職人で、ヒュペリオンの熱心な読者であったエルンストフリードリヒ、ツマーに引き取られた。彼の部屋は、 ツインマー家の川に面した川で、半円形に突き出た塔の中にあり、彼は折々試作を行いながらその後の生涯を、この塔の中で過ごした。この塔は、現在、ヘルダーリン塔、として知られている。1822年より、ヘルダーリンの元にビルヘルム・バイブリンガー、や、エドアルト・メイリケラが訪れている。特に、バイブリンガーは、彼と着替え、共に連れ立って、 エスターベルク級へ散歩に出かけるなどしている。バイブリンガーは1823年にヘルダーリンを主人公とした小説フェアトーンを発表しており、死の翌年の1831年にはヘルダーリンの評伝が刊行されている。ヘルダーリンは1843年、胸水酒のためヘルダーリンの塔の自室で没死した。ヘルダーリンの死は同大臣のゲテ、シラーからは その表現の冗長性や主観性が批判されていた。同時大臣で彼の詩に高い評価を与えたのは、ロマン派の人々である。まず、アウグスト・ビルヘルム・シュレーゲルが、1799年版、知的女性のためのポケット年間において発表された、ドイツ人に寄せる、アンダイ・ドイッチェン、運命の女神たちに寄せる、アンダイ・バーゼンなどの詩を文芸新聞。 一般文学新報で高く評価し彼の将来性を指摘した。続いて、クレメンス・ブレンターノが、夜、ディナハとパント・ホシュ、ブロット・ウント・ウィーンの第一節を独立に発表したものを激賞し、1807年版四新年間に、シュトゥットガルとスタトガードなどが掲載された際には、フリードリッシュ・レーゲル、ルート・ビヒティクラが高い評価を与えた。ヘルダーリンの詩集は、 生前には1826年に発表されたもの一冊しか出ておらず、これは交友ううのあったグスタフ・シュバープ、ルート・ビヒ・ーラントを中心とする同郷の詩人たちによって出版出た。ヘルダーリンの死の直後の1846年には、クリストフ・テオドール・シュバープ、グスタフの息子の手になる、ヘルダーリン全集二巻が刊行され、以降19世紀末から20世紀初頭にかけて、 まとまった全週が数種刊行されている。20世紀に入るとヘルダーリンは象徴派の詩人、ゲオルゲから注目され、ゲオルゲ派の詩人ノルベルト・フォン・ヘリナートを中心に、散逸状態にあった未発表の詩考が集められ、狂気の産物ともみなされていた後期の詩編を、初めて本格的に収録した前週が編まれた、1913年から1923年。 ヘルダーリンの後期の詩は表現主義の詩人、ゲオルク・トラークルにも影響を与えている。また、ヘルダーリンの著作はドイツの哲学者、思想家にも様々な影響を与えている。フリードリ・ヒニーチェは青年期にヒュペーリオン、エンペドクレスを読んで感銘を受け、この体験がザラトゥストラはこういったを中心に彼の著作に影響を及ぼしている。ビルヘルム・ディルタイは 主張の一つ、体験と、試作、1905年でヘルダーリンを論じ、彼の予言性、普遍性を強調した。マルティン・ハイデッカーはヘルダーリンを、詩人の詩人と呼び、1934年から10年に、渡りヘルダーリンの著作に向き合った。以後も、バルター・ベンヤミン、テオドール・アドルの、ペーター・ソン・ディ、フィリップ・ラクーラ・ラバルトラ多数の思想家がヘルダーリンを、それぞれに読み解いている。 日本では、大正時代に、詩人、翻訳家の幾田春月がヘルダーリンに注目し歌、数編の翻訳と小伝の執筆を行っている。昭和の文芸評論家、安田与十郎も早い時期に、ヘルダーリンに注目し、清らかな詩人、ヘルデルリーンを覚え書き、1933年において、ヒュペリオンなどに、近代人の苦悩の典型を見出すという論考を行った。詩人では、 伊藤静雄が学生時代からドイツ語でヘルダーリンを読んでおり代表的な詩集我が人にあたうる愛家にはヒュペイリオンをはじめヘルダーリンからの様々な影響を乱す子ができる伊藤を詩集していた三島幸夫もヘルダーリンの古代ギリシアへの系統に注目しており小説絹と名札」でヘルダーリンに直接触れているほか三島自身もに 三のヘルダーリンの詩の翻訳を試みている。さらに三島は、随筆評論、小説家の休暇において、自身の代表作、使用祭で共同体意識に裏付けられた、唯意心論的自然を描こうとしたに、ヘルダーリンのヒュペーリオンの関連的な心象の自然描写も念頭に置かれていたことを語っている。本項目では主に、小磯ひとし、ヘルダリンを参照している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。